ドイツ神秘主義、またはドイツ神秘思想は、14世紀からキリスト教内で顕著に見られるようになった感想と神秘体験に特徴を持つ宗教思想。また、それを表した説教や神学書をも言う。画星を捨てる方かとそれによる神との合一や精神の干渉を中心的概念とする。ドイツというよりは、ゲルマン言語圏の思想、宗教的潮流である。 14世紀には、ライン川流域で大きな影響を持ったが、ゲルマン言語圏全体に広く影響を与えた。主に、ドミニコカイシマイスター、エックハルトの影響が強いとされるが、エックハルトの直接の弟子であったヨハネスタウラーや、ハインリヒゾイゼ、ハインリヒゾイゼ、1295、1300年から1366を除けば、 はっきりとした思想的系譜ではなく、むしろ個別に発生した、ゲルマン精神の霊的流れを総称する文脈で、使われることが多い。エックハルトの同時代には、ベギン界、自由心霊運動などがあり、これへの影響も指摘されている。またヒルデガルト・フォンビンゲンのような女性の瞑想家も、ドイツ神秘主義に含むことが多い。宗教改革以前に始まった潮流であるため、 カトリック教会内に起源を持つにもかかわらず、ルター派の一部に強い影響を与えた。ありがとうございます。